きます。お願いします。はい、どうも、ビップです。やっていきましょう。ビップです。よろしくお願いします。ビップです。はい、ということで、本日なんですけども、ガチャ企画ですね。まあ、ガチャ企画というか、まあ、ガチャ引きます。はい。まあ、まずこちらですね。はい、ワールドスターですね。ワールドスターね、まあ、僕、今日の生放送でも言ったんですけど、まあ、今日というか、まあ、ちょっと日付変わってるかな。引く気なかったんですよね。うん、別に対して、リアタイム使えないですし、まあ、リーグオーダーには入ってくるかもしれないんですけど、まあ、田中選手はね、僕、A ランクのレベルマックス3体持ってるんで、まあ、限界突破コーチ2枚使えば、レベルマックスになると。極みですね。なので、まあ、最悪田中選手当たったらいいかなっていう気持ちで30連引こうと思ってます。はい、ただそれまでに田中選手が出た場合は僕すぐこっちに切り替えます。はい、戦力強化スカウトですね。やっぱりね、このサプライズ小林選手がね、忘れれないんすよね。いや、巨人純正の大会も始まるでしょ。まあ、巨人純正限定じゃないけどね。置きたいんすよね、小林選手を。で、まあ、動画も撮りたいしね、即キュア動画で。うん、なので、まあ、こっちをね、60連までは引こうと思ってるんですよ。もう30連引いてますんでね。で、まあ、ちょっとね、まあ、2人だけなんで、選手が。ちょっと僕、敵評価させてもらっていいですか。まあ、結構かなり聞かれるんですよ。田中選手と前田選手、リアタイで使えますか、リーグオーダーどう入ってきますかって。まあ、僕、あんま詳しくないんやけどね、リーグオーダーの方は。まあ、ただ、田中選手は、まあ、称号次第で同地に行けるんですけど、称号がつけれない。うん。なぜなら A ランク登場してないからね。限界突破コーチ使って称号チャレンジするのもなんかもったいないしね。なので、リーグオーダーは、まあ、請求型とスタミナ型、同地で入れたかったら入れたらいいんじゃないって感じ。そんな感じ。ただ、球威型メインのオーダーが多いんじゃない、リーグオーダーって。僕もそうですしね。超、なんやったっけ、忘れた。はい、そんな感じです。同地にしたら何がいいんですかっていう質問もようさん来てるんですよ。ようさん来てる。それは僕の即極みシリーズの柳田選手の動画を見てください。詳しく説明してます。はい、確かよう大観選手説明してるのかな、ちょっと忘れましたけど、そっち見てほしい。うん、何人かには紹介した。で、リアタイで言ったら、まあ、ね、全国大会使ってましたよね。確か、福岡。レオンくんかな？誰か使ってましたよね。んー、これね、ツーシームがあったらめちゃくちゃ強いんですよ。ほんまに。シンキングファストは見分けれるからな。ここツーシームやったら多分スプリットこんだけ落ちるし、特殊能力で、タイピンチあるしね。援護はいらない。正直言ってこれ。これリーグでは活躍するのかな、援護って。リーグオーダーでどうなのこれ。ちょっとわかんないな。強打者もいらないな。あ、まあ、強打者はいるか。うん、強打者はいる。だってね、ほとんどの打者に発動するんですよ、強打者って。リアタイでも。ただ発動率が低い 50% ちゃう、これ一番下やったら。うん、そんな感じだと思う。で、高速スライダーは正直使い物にならないんですよね。このスライダーなんですよ。このスライダーを例えばアウトコースから微妙な高さに落としてきたりとか、まあ、インコース高めからちょうどインコースボールになるところら辺に落とすスライダーっていうのが結構手出がち。で、ストレートも速いから、非表示の大会もしかしたらいけるかも。ただね、全国大会打たれてたな。まあ、相手が強かったんでしょうね。おそらく。で、前田健太選手かな。前田健太選手もスタミナ型なんですよね。なんでスタミナ型にするかな。まあ、この時の、いつやこれ。2010年はスタミナが要素あったんかな。で、まあ、リアタイ的に言ったらね、厳しい。まあ、今後の回転の変化とかにもよるけどね、リアタイの。スロースライダーとスライダー、まあ、さやな。まあ、非表示はね、どのピッチャーも結構ね、まあ使えるんですよ。ランク戦はね、もう本当に今厳しいんでね、無法地帯なんで。で、特殊能力がキレと脱三振と単位ランナーか。キレはね、まあ前よりかアップで入ってからちょっと切れるようになったんですよね、球が。うん、球は切れます。脱三振は、これがね、超脱三振やと、まあ相手のね、ミートかなり落とすんですけどね。あ、まあけどこれ、回やから中落とすんやな。まあけどこのシリーズ2って回なんでね、まあさっきも田中選手言ったけど、対ピンチ回なんで、普通の対ピンチより強いんですよね。うん、ここなんですよね。はい、ってことでどうしようかな。まあとりあえず引いていこうか。まあ一応ね、もう60連までは引かない。確定までは引かない。まあ出たらラッキーぐらいで引きます。まあ引いてくれ、引いてくれってすごい言ってくるんでね、皆さんが。そうです、そうです。ごめんなさいね。僕個人の意見で引きますよ。皆さんのせいではない。はい。では行きます。10連目。最近確定以外 S 出てないんでね。この辺でちょっとスパーッと出てほしいですけどね。増税前に課金してます、VIP です。はい。行きます。いや、花びら散らんよな。紙吹雪か。いや、ほんまにね、ガチャのね、確率が結構薄くなったんじゃないか疑惑出てるんですよね。僕の個人の中で。カットインも出ないんですよ。で、割れないんですよね。はい。まあ A ランクの田中選手3枚なんでね、ここで A ランクの田中選手が出てくれたらまだ許すな。うん、1枚も出ない。あ、あー違う、あー違う、はい、違う2連発いただきましたね。まあこれ今日 30% でしょ、これも。きついな。まあラッキー、出たらラッキーぐらいでいきます。はい、20連目。増税前に課金してます、VIP です。はい、じゃあいきます。いや、出てよ、20連目で。なんか結構最近プロスピエースの動画の配信者のガチャの動画とか見てるけど、結構引ききつそうやね、みんな。みんな結構引きがなんかもう傾いてるよね。はい、きつ。
いやほんまに出んな。お、あー違う、うわー違う、よう出るな。あ違う違うね違うね。前田選手俺6枚ぐらい持ってたけど全部もうあの限界突破に使ったんよ。限界突破っていうかレベル特訓ね。何パー ?20% やって。え ?20% サクサク引くやん。ってことは 30% 引けるんでしょうねこれ。よし行きます。なんか前田選手出そう。行きます。さあお願いします。まあここは確定なんで、ちょっと演出渋いな。ちょっとそろそろガチャの演出変わってもいいんじゃない？思いません？え前って1年に1回ぐらい変わってなかったっけ？どうやったっけ？最後まで厳しいな。これ割れへんのちゃう。ああまあ S2 枚ぐらい出てほしいな。あーびっくりした違うねん。ちょっと待って、もうこれ今度前田選手出てや。じゃあ前田選手出てくれ。もうここまで来たら別にリアタイ使わんから。あ守るさん引退したな。いきます。お願いします。よマジけマジけ、映画出ちゃった。深夜に映画出ちゃった。まあリーグオーダー頑張ります。はい、限界突破するかもな、もしかしたら。いやこれ全部 A ランク田中選手やったって考えたらえぐいけどな。限界突破称号チャレンジもできたわ。いやあんだけ出る前田選手マジで。うわなんか前田選手出したくなってきてんけど。いやあかん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 、 30% 買ったんやビップ。サプライズ小林行こう。はい、ということで戦力強化スカウトですね。ここね、まあ、60連まで引こうかな。まあ、増税前やし、もうちょい課金してもいいんすよね。まあ、ちょっとね、今403エナジーでしょ。ちょっと10連引きます。ここでサプライズ小林選手が出たら、もうガチャやめていいんでね。うん。じゃあ行きます。まあ、さっきの神引きでしたよね。うん。これも神引き、行きましょう。神吹雪当てたから。なんで吹雪しよう、別に電でいいから。ドキドキさして。ちょっと頼む、割れて、お願い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 。エッグ、まだ可能性あるからね。可能性は十分にある。じゃあちょっと入れてきます。はい、あと20連なんでちょっと入れさせてください。はい、すいません。わー、はい、ってことで入れてきました。増税前なんでね、もう増税ですよ明日には皆さん。はい、えですよね、わかんない、ちょっと詳しいことを知ってる方教えてください。はい、ごめんなさい、ちょっと勉強不足です僕今。はい、ってことであと20連ですね。サプライズ小林選手狙っていきます。いやこの選手は絶対必要なんですよね本当に。いやえぐないこれマジで。 A で弾道パワーない、まあ、10% やけどさ発動率。チャンスついたらえぐいで結構。いやマジで即極みにしよう、大会までにはマジで間に合わす。はい、ってことで50連目かな、いきます。ここで S 出てもいいんやで。じゃいきます。いやー神吹こうぜ、いや長打打とうぜ、いやー奥燃えようぜ、カットイン出ようぜ。えちょっと待って、えこれって逆に S 出るんじゃん。 S なかったで今ない、そんなんない、逆に出るパターンないの、うん、めっちゃ辛いわその通り辛かったわ。はい、鶴岡選手、まあ、たまにあるよねあの演出、えぐいわほんま。僕今ちなみにワールドスターと戦力強化ガチャ、まあこれで次60連目ですけども、今50連引いて紙吹雪ゼロです。はい、初っ端からおーっていう期待感を煽らしてくれません。どう思います皆さん。まあ次は多分確定なんで出るんでしょうけども、次出た時マジで切れそう。いきます。はい、じゃあ60連目ですね。 30% ですよ、 S ランク引いたら 30% です。僕さっきワールドスターガチャ A ランクの前田健太選手4体出てます。あれは 20% です確率。僕 20% 4回引いてます。なので引けるはずで、 30% の田中選手もしっかり引いてる。だから今回も 30% 引く。こういう時は流れが来てる、めっちゃ喋ってる、早よ引けっていうコメントがいっぱい来そうなんで引きます。はい、吹雪ませんでした。はい、今回紙吹雪ゼロです。紙吹雪ゼロです。どうも VIP です。はい、で今ホームラン打ちましたね一丁前に。ほんまカットイン出やがってほんまに。もうさあ2枚ぐらい出たら許すけどね、ほんまに全てを含めて許すけどね、今までの罪を許すよ。マジかよ。えのきだ選手ね、僕ね今回の生放送でミキサーしてます極みを。くっそー。はい、ってことでまあここで今 30% 引けんかったでしょ、ここは引きます。いきます、目つぶろうかな、いや見る、しかと見る、しかと見届ける。いやもうほんまえぐいってコナミさん。まあけどあれか、
確率で言ったらあれか 30% 3回チャレンジ来たんか、 S ランク3枚引いてね、ワールドスター含め、まあ、3分の1妥当ってとこか。コナミさん妥当です。 VIP でした。